ご飯のここね。数えた？うんこ、はい、数えた？はい、ごめんね、お腹触らせて。今って何グラム食べたの？ 15? 15、はい、変わってほて。掃除しながら一般状態チェックしてね、運気の数とか。いいよ、変わって。あ、変わる、はい。あれ、してないか。熱にいいんだ、高くても。でも傾けるのがしんどいな。落ちちゃう。ねえ、うんちの数え、うんち数えたからもう数えて。違う違う。あ、練習、練習。あ、練習。じゃあ、つまりだってもできないじゃん。最初からソニアさんにやらせたいけど、ちゃんと数えられるんでしょ。だから昨日も言ったじゃないし、永田さんが数えてからソニアさんがちゃんと掃除してからやらないと。だからさ、そんなね、10回20回で覚えられる人とさ、1回2回で覚えられる人と、100回200回やったら覚えられる人と間違えた。これも片付けてほしいな。時間があるし、皆さん簡単だよこれ。一番外側を抜いて片付けるの。そういうこと。一番外側だけ残して、あとは50。トータルで80。いくつだって？1488。全然差分。なんかどっかに持ってないの？私の時は1463。さっきだって測った時1480じゃん。で、私が測った時は1463。なんでこんな耳が濡れてるの？光線照射持ってきて。分かった。よいしょ。30秒以上押さえたらもういいよ。光線照射しながらブラッシング。昨日今日はこれ、数字が書いてない。はい、昨日今日か、おととい昨日か。
ちゃんだからこそこういうことだよね。だからそれをカルデに書いてほしいんだけどね、はい、なんでここのお掃除がこんなに遅れちゃったんだよ。詰まっちゃうじゃんよ。あの、竹のスプーンに飲んでるよね。飲んでます。ビリビリしてる。はい。でも、スプーンじゃないのか。おしっこは溶けちゃってるのし、しめしみたい。あとで書いてるわ、これ。一般状態じゃなくて、あの、一般状態もだけど、あの、なんだっけ。はい。もったいない。